今回は豚肉と白菜の細切り炒めの作り方を紹介いたします。細切りの豚肉の食感が良く、味の染みやすい白菜との相性は抜群です。そのままおかずとしてもいいですし、ご飯の上に乗せて中華丼、ラーメンに乗せればサンマーメンとして楽しめます。それでは作っていきましょう。まずは豚肉をカットします。豚肉は赤身のもも肉を使います。細切りするには冷凍して半解凍してから切ると切りやすいです。そのまま縦にスライスしていきます。切れたら包丁を寝かせて肉を並べて重ねていきます。端の小さくなったところはそぎ切りしています。重ねた肉を 0.3 から 5 ミリの細切りにしていきます。包丁を押し出すようにして切り、切り離すときに外側に倒してカットします。これで細切り肉が切れました。肉に下味をつけます。塩、胡椒、醤油を少量ずつ入れ揉み込み、卵を大さじ1を肉に含ませるようにしてから片栗粉大さじ2を入れます。よく混ぜたら最後に油を少量入れコーティングしておきます。白菜は4等分にカットし、それを縦に細切りにしていきます。このくらいの太さにします。人参はスライスして重ね細切りにします。材料は白菜3枚、豚もも肉 100g、 人参 20g、 ネギ 10g、 下茹でしたほうれん草 30g、 生姜 5g です。中華鍋をしっかりと温めて焼いておきます。油を入れ鍋になじませていきます。こうしないと肉を入れたときに鍋に張り付いてしまいます。テフロン加工などのつかないフライパンで作る場合は工場スタートで作りましょう。基本中華鍋で炒め物をするならこの作業は必ず行った方がいいです。鍋にしっかりと油が馴染んだと感じたら油を切ります。冷えた油を大さじ2くらい入れます。火をつけずに肉を入れて炒めます。普通のフライパンでは油と肉を入れてから火をつけて炒めていきます。肉
肉がほぐれてきたら火をつけて炒めていきます。火力は中火です。はじめから強火で作ると肉が固まってしまい細切りの状態になりません。今回はやりやすいように焼いていますが、基本は肉を油通しします。肉がしっかりとほぐれ赤いところが見えなくなるまで炒めていきます。肉が炒まったら一旦取り出しておきます。鍋に大さじ1の油を入れ、生姜と人参を炒めます。長ネギと白菜も入れて炒めます。ほうれん草も入れます。全体を混ぜ合わせるようにして炒めます。野菜全体に油が行き渡ったら、紹興酒または酒を大さじ1入れます。醤油を大さじ2、鍋肌から香りが出るようにして入れます。鶏ガラスープまたは元を溶いたものを 300cc 入れます。胡椒を振りかけます。お好みで砂糖と味の素を少量入れます。一度しっかりと沸かします。そうしたら肉を入れます。水溶き片栗粉を2回に分けて大さじ2を入れます。上から垂らすように入れて、その後よく混ぜます。しっかりと加熱しながら混ぜ合わせます。仕上げにごま油で香りをつけます。皿に盛り付けます。今回は豚肉と白菜の細切り炒めの作り方を紹介しました。
白菜の代わりにもやしで作るのもいいですよ。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。